新たなる K-1 のロー、ビギンスしますけどね、ここからもう一発いきたい。ダメージの勝負だ。おお、佐々木も返せ、近い右、平本の拳、おお、取れた、取り返した。時間がない。いやー、よく倒したな最後、ね、移動、うん、いやこれ最後の最後まではあの佐々木が大人の力見せてるなっていう感じしたんですよ。ですが、でも平本、まあ、これ持ってるっていうんでしょうね。ですね、確実にそうですよね。逆転しましたね。おー、それいりました。諦めなかったですよね。ちょっと、もうちょっとおえつく。30対26、3人目もそうです。3対0、なんとこんな勝利も新生 K-1 にはあります。その申し子が見せつけました。心にも残る平本蓮。いや本当、平本はもう最近きついね、マッチメイクばっかりだったんでね。トーナメントからそうですよね、その前もそうですよね。ゴンナパーとやってウェイルイとやって強くなりましたよね、はい、ゴンナパーには、あー、これパートナーは涙にむせんでいます。いや、これはドラマチックな勝ち方ですね。こうなんですか、強さを見せたのが佐々木選手で、勝ったのが平本みたいな。今日まずは応援してくれた皆さん、ありがとうございました。僕は去年大蔵君との試合の時に自分の力しか信じられなくて、ずっと一人で突っ走ってる時に大蔵君に思いっきりぶっ飛ばされて、その時に自分の弱さを初めて理解できて、そこから新潟のトーナメントがあって、自分の弱い部分を見つめ直して頑張ろうと思って、じゃあ優勝はできなかったんですけど、こうやって1年後大蔵君と試合が決まった時に、今までで一番すごい気合が入って、正直すごい本当毎日怖かったし、寝れなかったし、いつもふと思っている時は、思っていることは、大蔵君と戦っている時のキュウリの顔を思い出してすごい怖くて、試合中も2ラウンド目ちょっと大蔵君がやっぱりチャンピオンで意地を見せて勢いを上げてきた時に、去年僕が試合をしている途中、3ラウンド始まるときにインターバルのときに見たお母さんの顔を思い出したら、最後までやんないとダメだなと思って、ようやっと弱い自分を超えられたような気がします。去年大道具に負けたときはちょうど父の日で、僕のお父さんとリュウジさんに感謝の気持ちを伝えようとリングで勝ったと思ってたんですけど、それができなかったので、代わりに今日本当にこの2人の父親に僕は本当に支えられてるんで、本当に感謝してます。まあ、いろんなメディア進出も増えて、まあ、いろんな人に知ってもらえるようになって、それでやっぱプレッシャーは何倍も重なっていって、きっとこれからももっともっとすごいプレッシャーが来ると思うんですけど、そのために弱い自分を超えたいと思います。3月ゲオとよかったらやらせてください、お願いします。ただいまの試合判定3対0をもちまして、関根さん、はい、いや、ゲオっていう名前も飛び出しましたが、そうですよね、ゲオも見たいですもんね、久々ね。そうですね、山里さん、はい、背負うものが多くなるとというところで伝わる、ね、またね、強くなっていくと思いますね。いや、何度中村さんこの場面を思い描いたことだろうという、ね、そうですね、まあ、本当に弱い自分を乗り越えたっていうのがなんかぴったりの、試合だったんじゃないですかね、はい、いや、戦いは一人ではないというその強みですね、佐々木大蔵に教わったと語りました平本蓮。雪辱の一戦です、この K-1 の大舞台。いや、そしてさまざまなメディアにも登場しますが、プレッシャーを力に変えることがこれからもできそうです。もっと強い19歳になっていきそうです、平本蓮。